刻は午後9時30分を回りました。カラビナーインブルーのお時間です。先週2月23日の放送時、サイマルラジオのサーバーの障害で一時的にパソコン、スマートフォンではお聞きいただけないことがありました。今日はその2月23日分第4夜を再放送でお送りします。もしも君が気高い孤独なら、その魂を空に広げて、雲の切れ間に君の稲妻を遠く遠く解き放たってやれ。こんばんは、クリスタルです。今夜も佐野元春の君が気高い孤独ならでスタートします。カラビナインブルー、私パーソナリティのクリスタルこと徳重秀子です。今夜は新しい、メイさんを迎えしてお送りいたします。アメーバブログの人気ランキングで一気に進む美人プロがメイさんです。こんばんは、メイです。今夜初めて登場します。リスナーの皆様、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なおこの番組は兵庫県川西市の青木歯科のご協力でお送りします。クリスタルさん、はい、今日はどんな話を聞かせていただけるんですか？うん、メイさんどんな話聞きたいですか？私がリクエストしていいんですか？いいですよ、いいですよ。では、うん、プロ野球の話とかごめんな、私知らんね、ごめん、聞いて私が悪かったね。このプロ野球の話はまたね、今度にして詳しい方といたしましょう。お願いします、うん、はい、本日のテーマはね、リクエストをいただいた歌から何でも無駄だと言って何もしたい人の話、これをお送りしたいと思います。ところでメイさんは、学生の頃とか何されてました？学級委員とかされたことあります？ずいぶん昔のことなので、うん、よく覚えてないですが、多分やったことないと思います、うん、あ、そうですか。学級委員する人ってどんな人でした？学級委員してる子って、うんうん、活発でクラスの人気者で、うん、責任感の強い子がやってたように思いますけど。ああ、なるほど。クリストルさんって学級員とかされてました？うん、ずっとねしてましたっていうか、やらされてましたけどずっとやらされてたんですけど、ええ、うん、まあね、自分より人とか自分頭足という癖がつきますね、学級員。これある一つの病みたいになってきますね、うん、学級員してた方、リスナーの皆さんの中にもね、学級員やられた方いるんじゃないかと思うけど、またお聞きしたいと思いますね、はい、うん、面倒見がいいということでもないんですか？まあ、それね、もともと持ってね、生まれた気質もあると思いますよ。で、それがね、さらにね、学級員をやることによってね、強化されていくということはありますね。うん、例えばね、学級員さんにね、先生がお願いしますっていう子って、転校してきた子とか、はい、体の弱い子とかね、はい、ちょっと仲間外れになってる子とかをお願いねっていう形で、頼まれますからね、うん、どんどんそこが強化されていくような気がしますね。誰にでもできることじゃないですよね。そうですかね、うん、お兄ちゃんとかお姉さんタイプが多そうですけど。あ、かもしれませんね、兄弟構成とか関係するんですかね。一概ね言えないと思うんですけれど、そうだな、長男長女というより、長子、一番上のお子さんが割とする傾向は高いように見受けますね、はい、クリスタルさんは？もちろん長子ですよ。弟の面倒ばっかり見さされてましたけど、私末っ子なんです、ね、いいね、羨ましいね、見てもらえてね。でね、学校の先生でね、そういう人をね、ピシャーと狙って当ててくるんですわ。先生もよく見てらっしゃいますからね。見てるんか鼻が利くんか知りませんけどちゃんとお願いしますとかね、言うとき、そういうとこをね、割とね見られますね、学校の先生。目ざといというかね、うん、でね、割とね、鬱になるような方特徴的に多いんですけど、はいはい、割とその人のいいとことか面倒見の良さとか、困ってる人がいたらほっとけないってところを、小さいところから割とね、長所を食いちぎられるようなことがありましてね、はい、でそれがね、そういう自分が嫌になったり、あんまりやられて疲れすぎたりでご病気になったりすることもあるようですけど、まあ、めいちゃんがさっき言ってくれたように、はい、何、面倒見がいいお兄さんタイプ、お姉さんタイプで非常に責任感が強いっていい面もありますからね、適当にその
スキルをね、使っていっていただければと思いますね。そうですね。はい、長所でございますよ。はい。あなたのブルーなハートに寄り添いたい。カラビナインブルー。京都伏見から放送中。純メンタルケア心理専門士、徳重秀子から、ラジオという声のお手紙です。